光景色は光学上の概念である。画像中心部と周辺部に明るさの差が発生することの一つの原因である。本校では、英語ではビネティングに一括して含まれる。それ以外の原因による周辺光量の低下及びケラレについても述べる。周辺光量が低下した写真一般的な写真レンズの周辺光量の低下には大きく二つの原因がある。 一つは、写真レンズの絞りを通った高速は、断面が絞りの形状になるはずであるが、光軸に対して、一定以上の角度を持って入射した光に対しては、絞り前後のレンズの小道などに制約され円形でなく、レモン型や月が欠けたような形状になることがある。この現象は、開放絞り付近で周辺部での光量が低下するという影響として現れる。絞りを絞ると軽減する。 これが後継色である。付随して、解放絞り付近で、画面周辺部の天候源のボケ像が円形にならない現象が発生することもあり、この天候源の変形について言うことも多い。英語ではこの現象を、ビネッティングビネッティングと呼ぶが、周辺光量の低下全体も、ビネッティングであり、この現象のみを指すには、オプティカルビネッティングと呼ぶ。もう一つは、 レンズへの入射角によって光量がコサイに4乗速によって変化することに起因する。これは絞りを絞ることとは関係しない。レンズの本来の設計上の問題以外に周辺光量の低下は光述のような不適切なアクセサリー等の使用で起こることもあるが、この場合にはもっぱら、ケラレと呼ぶ。レンズの本来の設計上は想定していないような使用法によって 周辺が暗くなることもある。英語ではこの現象をメカニカルビネティングと呼んでいる。ケラレは次のような場合に発生する。日本語では下記のような現象もケラレという。ありがとうございます。